あ、できた。じゃ中止リツイート。オッケー。はい、ちょっと待って。はいはいはい。えー、番組自体はね、ちょっと十一、えー、時ちょうどから始まるんですけども、はい、ぜひちょっと今十一人見てるみたいだから。いや中止した？あね、したよ。 これでちょっと待ってねはいはいはいそろそろ始まりますよはいね,いいねあのーねこのこのね、中地の格好はどうすれるいのかな俺はこの中地の格好俺どうすればいいの,ちょっとお前の 髪の毛の色に合わしてきたから。なん <laughs> だよな。うん、髪の毛の色に合わしてきたのそうそうそう,そう。あ、ちょっと嫉妬してたってことそう,そうそうそう。お前がそこだけ黄色になった俺は全身黄色でいて。なん <laughs> でそこだけ<ー>ちょっと対抗心燃やしてるの始まります。<laughs> はい。はい

デンジャラスナイト。<シ>さあ始まりましたデンジャラスナイト。K Y デンジャラスの幸太と中地でお送りします。あのねこれねあのつラジオではわかるんだけどツイキャスの人にはちょっと音楽が。あ 聞こえなああそうだねはいだから今めちゃくちゃ EDM 爆音で流れてるそうなんですラジオではツイキャスの方は分からないかもしれない先輩たちもラジオやってるんだけど先輩たちは大体バンドの曲とか流してるんだけどまあ俺たちは19歳だからゴリゴリの EDM ってゴリゴリ今もずっとパリピしてるパリピしてるよ今まあ若いからね始まりましたよ 僕たちのあのレギュラーラジオ番組そうっすね毎週金曜日だからねみんなあの暇でしょ暇でしょ金曜日家に帰ってねうん。ドラえもん見てうん。クレヨンしんちゃん見てクレヨンしんちゃん見てでエムステ見てエムステ見てでデンジャラスナイトを聞いて眠ると そうですねこれからの金曜日の楽しみにしてほしいですねデンタラスライトねオープニングのトークは始まりということですね始まりということで始まりあの俺のお母さんの心配性の始まりっていうのがあるんだけどお母さん心配お母さんが今めっちゃ心配性でそそそそううううなんだ前までは全然普通の人。 そうだよねお前中学校の頃ころ見捨てられてたぐらい見捨てられてたぐらいなんだけど今めっちゃ心配性でそのきっかけ始まりなんだけどあのお母さんがこの前占いに行ってきたらしくてでその日俺普通に家帰ったらお家にお母さんがめっちゃ大号泣して ううわわ何事かなと思っていやお母さんの涙は結構ね心にぐっとくるでしょそうだねなんでお母さんあ俺やばいと思ってお母どうしたって聞いたら今日占いに行ってきたって言ってで家族全員占ってもらったらしくてお母さんがいいろんな人のことをお父さんとかね占ってもらってで俺俺長男 うん、なんですけど長男、ちょっとあれだねみたいなちょっとあんまよくないなみたいな長男、21歳で自殺するねって占われてえ、うん、でお母さん、それを <laughs> あの信じて、うん、でめっちゃ泣いて,って。 るんだけどいや俺それ聞いた時に<え>いやあのわかるわかるわか,かるでしょえ、交通事故にうと,かとか病気とか,ねとかならうんもう,もう,ど,うしどうしようもないっていうかまああそうかもしれないんだなってなるけど自殺って。 お前いや、俺次第やんと思ってだからお母さんもだからそれ言ったんだけど <laughs>、うん、お母さん、俺はそういうのにとらわれないからもっと明るくもっともっと生きていきたいって思ってるしあああのそういうのは絶対無視した方がいいよって, <laughs> いいよって慰めといや違うでしょっていう意味で答えてあげたんだけどそしたらそ,、うん、その日からですよお母さんの心配性は。うん あのちょっとでも朝ね寝坊したらお母さんが慌てて俺を起こしに来たりなんでなんでなんで？多分ぽっくりいってるんじゃない？そんな心配してる？でちょっと部屋でねあの俺曲聴くのが好きだから曲聴いて大音量で聴いてちょっとあの2階が自分の部屋なんだけどちょっと暴れたりしてドタドタドタってやったらお母さんがあのダタダタダタなんか大丈夫ねユ一郎マジで本当に。 ほんとにそれぐらい心配性になってて、うん、ああだからかなんでなんであっそっかそうもう<お>俺のお母さんもずっと心配性これでこの前俺がノリでうん、うん、お前のこのファミリーのラインに「今までありがとう」って、うん。<laughs> <laughs> 俺売ったんすよ <laughs> ドッキリというかこいつの家族の LINE に中地の携帯で「今まがとう」って言、はい、やったら、はい、ま普通信じないのに、はい、中地のお母さんが、うんあの「今すぐ帰ってきなさい」って <laughs> <laughs> 来てあれそういうあれなんだじゃあだからか そうそうそうだからあの芸人やっててね内地に行くんだったら21歳超えてから行きなさいあ何かあるかもしれんから21歳何もなかったなよし行ってこいっていうことで年齢制限をかけられてるホンに占いを信じるそうなんだねということですねエンスナイトということで仲ちょ頑張っていきたいんですけどねあもうそ攻こコメント来てますがストレッチマンだっけみたいだねお休みお休み お休みじゃねえよ寝るんかい起きろお前いや起きろいやダメでしょもう何だかんだ11時だからねメールも来てるみたいなあそうなんだはい読んでみたいと思いますはいえこれはえはい初めましてはははいいい爪を噛んで歩く38歳いや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 大人になれヨギシコジャパンと申しますああそうですか k y デンジャラ r さん有名ですよね い僕もビキニが似合うという有名人になりたいです <laughs> <laughs> では深夜の放送頑張ってくださいね、はい、僕は夜の三冠を目指して頑張りますね、うん、番組特製有名人になれるチケットプレゼント希望 <laughs> k y デンジャラスさん東司さん人瀬さ,さんによぎしこお伝えください、うん、あのー、今目の前にいるんでおなじ <laughs> <laughs> あのー めちゃくちゃ見てて見学で来ててあの爪全然噛んでないやしめっちゃ鼻くそじくってそういうことですねはいなるほどはいはいなるほど三四子ジャパンさん38歳元気ですね夜から元気ですもどんどんコメントとかもね俺たちに聞きたいことあったらもうどんどんしてくださいねお願いしても何でも拾っていきますのででは早速コーナーも今日はね3つほどあるんであっそうですね 一つ目のコーナーやっていきましょうかいきますかではここで一つ目のコーナーいき,、ま、きましょうセンスあるのはどっち、えー、アンケートバトル <laughs> はい,はいということでですね、あのー、センスがあるのはどっちアンケートバトルということですねこのコーナーは、えー、あるお題に対して昂タと中地が回答どちらがセンスあるのかをツイッターのアンケート機能を使ってバトルするというコーナーですはい あいい企画だねこれはいい企画ですね Twitter も絡めてアンケート投稿するんでみんなねちょっとアンケートに答えてもらってつまり俺と中地どっちがセンスあるのかっていうあれだよねそうなんですよみんなとどっちがセンスくれてるのかそうそうそうじゃあ今日の企画は今日のねお題を言います今日のお題は校内で告白されるならどこで告白されたら嬉しいかああ学校でねいろいろあるよね 女の子が男の子が女の子にだよね、俺たちが女の子に告白するならどこにされた方が嬉しいか、学校のどこで決まりとかはないよね、なんか例えばヤンキーが学校で喧嘩するって言ったらもう体育館裏じゃん、ああ、そうだね、体育館裏っいみたいな、でも告白は別に決まってないよね、ああ、待って、俺、一応思いついたな、1個、どこどこ。

どう思います皆さん、本当にいや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 、俺、本当に作詞作曲、嘉手川浩太ね歌いながらカバーはダサいやん、はははいいいガチで俺が作詞作曲して、女の子を呼び出して、呼び湿って閉めてドア、急にバンって開けるやん、女の子がね、そしたらピアノ1個だけあるばよ、教室に。で、ドゥルルン、ドルル好きだよ。 分からんけど分からんけどね <laughs> まあ小田和正ばりのラブソングを俺が作曲して歌おうかなこれ振られたらどうすんのお前あそっかう可能性あるから一緒にピアノ片付ける <laughs> おうそうだよ振られたら一緒にピアノ片付けるないいや、えー、これちょっとねいや、うん、お前はいいかもしれないけどみんなねあの、うん、入らないと思うけどなそうだねあの、俺は、うん 生物室とかいちいちやいち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 うあの絶対人が来ないああ<ー>絶対あ<ー>来ないでしょ音楽室ってなんか合唱部とかがなんか練習したりとかいうのもあると思うから、うん、生物室ってねあの行かないでしょ、うん、行かないね、うん、だから生物室に呼んで誰にも邪魔,、うん、邪魔されない状況で告白するって 生物質だけ聞いたら確かに生物質骸骨があるやんあるじゃんあれ逆にキモく思いいいと思う俺それも利用するってことそう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 どういうこちょっとねだからホラーチックにしてもいいのかなえこれ二人ともセンスないパターンじゃん、これそうだちょっと俺変えていいちょっといやいやいや運動場の真ん中うわだからいや違う違う違うああ暗くない あ、そでも、輪っる間だったら野球部が、おいそうだ、そうだ、そっか、オらよオらイってやってるから、野球部の真ん中では嫌だな、そうだね、ああ、でも、校内の、あの、グラウンドのど真ん中とか、音楽室とか、なんかあれだよね、お前、なんか、漫画の見すぎだよね、なんてよ、や、少女漫画でしか出てこないシチュエーションだそう、気持ち悪いわ、男がそれ言ったらね、だめでしょ、決めるもう、決めますか、じゃ うんお前はどこにん俺じゃあ音楽室でいやマジで俺これの方がいいと思うよ音楽室でピアノを弾き語りしながら告白するいや違う女の子よロマンチストみたいな男好きだばいあ俺だからモテるばいマジマジモテてんの自称だよあるけど結構感じるな目線はマジでうん 真ん中はありえると思うあ、真ん中じゃない <laughs> あの音楽室はいいと思う本当に音楽室か、うんえー、でもいろんな場所ある中で音楽室か、えー、お前どうするあのー、いやベタだけど、うん、教室教室 いやもう俺は別にいいで定勝ちに行きたいから室に。あに行くからそんなべたな男好きじゃないぞ、女。いやじゃコメントとかでもお願いしますよ、女の人とかは特に。教室とこでどこで告白されたら嬉しいか。どこで告白されたら嬉しいかをコメントで言ってください。じゃあ決定でいいかな。投稿するうん、じゃあしよう。教室と音楽室か。うわこれ。え、いや。 確実に俺だと思う。ごめんだけど、これは。マジで。うん。ごめん。これは確実に俺やつだ投稿してね。あのツイッターで、あのー、こうたの。アカウントで。そうですね。どんどん。してるので。倉庫、いやいや、嘘つけ。<laughs> 倉庫。<laughs> 男でしょ、絶対して。もう。もう、ね。体目は目安。<laughs> 倉庫ってちょっと AV ぐらいでしか見たことないんだけど倉庫いや、倉庫はセンスないんじゃないですか倉庫はあの生徒指導室の次にセンスないと思ははは生徒指導室で告白はセンスないセンスないでしょはい、じゃあ投稿しますか告白されるならは A えっと音楽室はいかっこ弾き語りあ、まあそれもねそれもちゃんと意外と好きってそういう男いやあ ちょっと教室あのツイキャスからのコメントで屋上屋上いいわああごめんもらもらっていいよこセンスあるわもらっていいよ俺待ってえでも違うもう投稿した一応えあでも屋上か屋上ってえ違う屋上入れないそう入れないマジでマジであんなのゲッツクだけだからゲッツクだけだから入れな入れな今の時代屋上入れない入れんよねいや俺も高校入った時に 屋上でパン食べながらサボる授業サボるっていう夢立ったあめっちたい。うん、入れない。入れないんだよね。あ、うん。駐車場もセンスないですね。<laughs> 駐車場で告白。学校の駐車場。学校の駐車場は。先生めっちゃいますいかな。うん、あセンスないと思うな。<laughs> はい。ということでみんなセンスなくない？そうだね。これちょっと女心が。教室か音楽室。まあ一応これ番組の最後に。うん 発表しますのでぜひ最後までねみんなも気になると思う、はい、内容ねはい、はい、ぜひあのどんどんねコメントもお願いしますはいそうですねじゃあこちらの結果は番組最後に発表したいと思いますそれではこの辺で1曲リクエスト曲をねリクエストお聴きいただきたいと思いますそれではお聴きください吉野さんのリクエストで、えー、マルーン5でシュガーです はい今ね。はねあのリクエスト曲が流れていて。ツイキャスにはま流れないんです。追キャスには流れないんですよ。リ普通いいと思う本当に。あの普通 CM とかリクエスト曲中に休むやん。休むもう追キャスしてるからもうそうそうそう休めないっていう。図書館図書館だろうってユンボさんがユンボが図書館。ユンボさん図書館うわセンスないよ。図書館はセンスないよ。ひそひそ話で告白とかね。 そうだよ図書館大声出したらダメだから女の子の意見が欲しいな女の子の意見だよもうああどこに投票したんだろうラジオとツイキャスどっちも聞いてますおおいいねすごいね技能あんだからね技能あんだからねホットスパもセンスないなっていやホットスパないでしょどこだわホットスパありますああわかるこっちああそうっすねなるほどね これ、どっちもセンスなかったらあれだなこれどっちもセンスなかったら本当に恥ずかしい恥ずかしいなあ,あ,あ恥ずかしいね女の子のコメント欲しいなだから女の子のコメント女の子目線になったよ、俺たち考えてるんだからそうだよ、うん、<ん>いやホントにあ、まあ、じゃあ俺が告白したことある場所行っていいあいよいよいよ俺告白したことあるのは、うん、あっ 告白したっていうか俺の謎な恋話でちょっと俺小4の頃に告白されたわけさ一人の女の子にねでそれから2年間毎日「返事ちょうだい」って言われたから毎日本当に本当にで俺はずっと無視してたわけさそんなに好きでもなかったからずっと無視しててで2年間ずっと愛し続けてで中1の4月にもう2年間も毎日 愛してくれてるんだったらオッケーしようと思ってオッケーした奥さんであっちめっちゃ喜んでああいいやん一回一緒に帰って翌日振られたいやマジ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 いやもうこんなもんだよな女はな腹立ってきたわもしもにもし。2年間のこの思いがうわ実名言おうかないなホに腹立ってあれ何なんだろうあれ同窓会とかであれ教えてくれるのかな なんもしくないよっとくちょっと今結構時間余ってるんですけど最後にませここ、ここでメール読むのかな CM 明けで CM 明けでちょっとメール読みましょうあ、CM、曲明けで曲はじゃあ曲明けじゃはいジングル終わりでああ、ユーミーさんから女の人ですよ放送室とかはあ、放送室カフ上がってたりしてねカフカフ あ分かった、なるほど、ユーミーさん、めっちゃいい、分かった、分かった、告白して、あれでしょ、はい、っますちょと待ってくださいねははいい、いとうことで、すねあの女の人、ユーミーさんからコメントきまして、放送室とかは、あのだから音量じゃん、上がってたりしてねって、めっちゃいいかも、あー、なるほど、上がってたらだめっす、これ。 振られたらえぐいっすあっ振られたらこれだってごめんなさいごめんなさいごめんなさいって校内中に広がるんでしょああなるほどねあでもオッケーされたらこれ野球練習してる人たちももう大盛り上がりだなすごいねああイケメンはじゃあイケメンはオッケーされる自信のあるあのやばいやつだけで ま、俺とかは OK よりはれです,あれそうです、まあ、俺はもう放送室でやりたい <laughs>、あのー。ちょっとずっと気になってたんだけど、うん、あのー、なんでお前はさ、ヘッドホンを普通につけて、うん、あと一個のヘッドホンを首から下げてるの、うん、あって終わった、<laughs> うわ、俺ね、あの、ずっと気になってたつって、<laughs> いつからっすか、俺ずっとこんなでした、最初から、<laughs> 嘘 <laughs> 最初からこんなでした、俺。 俺なんか、はお前のまた独特なファッションかなと思って違う違う違うこれはえっこれじゃえこれは FM 議論側のミスじゃないですかこれ違う違う違うあっこれツイキャス見てる人にしかたないけどヘッドを普通につけてでなんかラッパーみたいにあと一個首から下げてるみたいな合計2つつけてる俺今ツイキャス見てる人がスクショして拡散されたら俺終わりやすい。 俺首にかけた状態で CM 始まりましたって頭につけたんだそう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 今ツイキャス見てる人全員もうねもうマッサージしはいじゃあメール読んでいきましょうかいきましょうユーミーさんからのメール k y デンジャラスのお二人さん敗退敗退愛知県からツイキャスで聞いています愛知県。は県そっかそっか新番組おめでとうございます頑張ってくださいそうそう FEC の動画サイト拝見しました 選挙難しいですよね私は日曜日仕事なので期日前投票済ませました最後によぎしこさん FM 技能案では脱がないでねではではあのよぎしこさんがさっきいった人なのかなあの危ないね危ない予感がしてきたなるほどね脱ぐ人なのかなちょっと同じなじか雰囲気は感じてたけど感じてたけどやっぱり脱ぐかじゃあ一緒に3人でカラオケでも行こうかな ああ、ねはい、お笑い大好き高校生さんからお笑い大好き高校生はいうたさん中っちさんこんばんは明日、FEC の予選ライブですよね出るなら頑張ってくださいそうですねはい明日そうですねライブがあ僕たちは一応予選免除でそうなんですよねなんで本選頑張りたいと思います選挙ねあ あの,あのちょっと一個メール気になるメール読んで、いいあ,、はい、あの質問なんですが、下払い金が戻ってくると聞いたのですが、契約書いてんだらさ、本当ですかねって。よきしくジャパンさんから。<laughs> CM だからこれあのアディーレの方にまず過払い金もよく分からんからお願いしますアディーレの方ににお問い合わせしていただいてはいそうですねよぎしこジャパンさんちょっと k y デンジャラスのブラックリストいうですね早速早速一人はい今日からなのにねはいはいいきましょうかいきますか k y デンジャラス、続いてのコーナーは今週のツイッターで流行った はははいいいととうここねねれ本当に今見てる皆さんは若い人だったりある程度年齢がいったら大人の人だったりすると思うんですけど大人の人たちからしたら今の若い人たちはこういうのが流行ってるんだとねなるほどねそういう線で見ていただいて若い人たちは今の流行りはこういうのなんだみたいう。流行りに乗ろうって思わせるようなそういうねちゃんと情報 提供していいいきたいと思いますツイッターで今どういうのがはってるかということですよねあそうですね、はい、今週はやったこと今,今週は、うん、怖い話が本当にあなんかねツイッターでね、うん、怖い話がもうたくさん流れててみんなそれぞれの怖い話を流れてるはい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 はあ,あ、はい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 ないはいはいはい ある女優がなんかこう、あのー、仕事終わりに自分のこのマンションのお家に帰ったらしいわくさんははいはい、はいうん、そしたら4階,だ4階に住んでたから、うん、こうエレベーター待っ散って下でははい、はいそしたらドアがウあのエレベーターのドアがウィンって開いたら、はい、めちゃくちゃ怪しい黒ずくめの何黒いジャケットかぶった人が立ってたらしいわエレベーターの中に。うん、でじろって睨みつけて、うんうん、タタタタタって横ストーリーしてって。 そしたら素通りしていくときによく見たら肩にべっとり血が血がついてたって、その人のやそうだから、やばいの見たと思ってうわ、うっと思ってなんでこの人血ついてんのみたいなやばと思ったけど思って家帰ったってでも仕事疲れてたから寝ようと思って眠ったってそしたら夜中にピンポーンって聞こえて誰だろうって思って。 てたら警察がいたってあ警察だと思ってドア少しだけ開けてパッて見たら警察があのこの建物で殺人事件が起きましたとそう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 あの心当たりある人分かりませんかって言われたからあっそうだよねあいつしかいないでしょ血めっちゃ出てる出てたやんと思ってけど仕事でその時疲れてたって翌日もまた早くから仕事あるしねだから今日はもう またた行っら事情聴取とかめんどくさいさだから言わないこうと思って「すいません全然わからないです」って言ったら警察が「あそうなんですかじゃあまた」って言っていなくなってで「ああなんだあの人怖いな」と思って怖いなその血の人絶対殺人犯だったなと思ってまあ言うのめんどくさいからいかと思ってそのまま寝たらしいそしたら朝起きたらニュースがやってたってマンションで殺人事件が起きましたとでそのマンションが自分のマンションだったわけさ それでだからうわと思って本当ニュースなってる本当の殺人事件だったんだと思ったら犯人が捕まりましたと犯人捕まったのよかったと思って犯人の顔写真がこちらですって言ったら警察だったわよ犯人はそうあっなるほどあの警官があの警察は警察じゃなかったわけさ あの、エレベーターですれ違ったあの人だったわよ。ということは、こいつは証拠をそれから見られたと思ってあ、自分が見られたと思って警察の格好になってその人の女優のお行ったわよピンポンであの、見当たりあの、怪しい人見ませんでしたかって言って見ましたって言ったらうわう 殺されうわめんどくさがりあっていいねそう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 いいまとめ方ほんとに怖くない怖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 い俺さあのやっぱ怖い話って幽霊系よりもこ人間関係の怖いんだよ俺お前とかめんどくさがりだからお前はもし心当たりあってもああ僕知らないですって言う俺めちゃ言うばよあこういうのに俺一回ななんんかか 万引きか何かで失踪したっていう、うん、言って俺は地元の人で警察が探してたわけさ <laughs> はい、はい、万引きっていうかこの泥棒探しててはい、はい、で俺初めて事情聴取されたよす0ませんって言われて2人の警官にあのこういう事件があったんですけどここに当たる人ありませんかって言って俺3人ぐらい行ったばよ、はい、<laughs> 近所の人を3人ぐらい行ったわけさ <laughs> それ最低なじゃ,ない <laughs> じゃちゃんと理由があってお前あの近所に毎日、うんうん あのトランクス1丁で歩いてるおっさんがいた <laughs> 勝手にこの人怪しいなと思って <laughs> あ近所にいるあの人怪しいですって言って犯人捕まったくせ <laughs> 全然違った <laughs> 全然違う人だった <laughs> 申し訳いはいあその人申し訳ないもう死んでるよそそそうそうそう,そう死んだから 怖いわー <laughs> 自分に置き換えたら怖いなとみんな怖いって怖いよねやっぱ人間関係が一番怖いなんだよね、うん、ああ俺あの俺は実際に体験したあの怖い話なんだけど、ね、あそうなんだあのーまあ、もう本当に1週間前ぐらいの話なんだけど一週間前、あのー、夜中の2時ぐらいまでお前と寝た合わせしててで帰ってお風呂入って であのめっちゃもうリフレッシュしてでも明日も頑張ろうかってなってクーラービンビンの部屋でスマホで動画を見てて俺今ハマってるのがヘッドホンヘッドホンをつけて動画を見てビンビンのクーラーの部屋で全裸であこいつやるんすよ全裸で家でこれは別にエロい意味じゃなくて解放感にいやそれも。 開放感にねまあまあ、はいなるほどねはいうんうんうん開放感に、あのやっぱうんうんねあの開放感に包まれて動画を見てうもう、クーラー、ビンビンにしてねはいはいもう、これが俺の一番のはい一番の楽しみではないけどうんこれがあるから夜中まで頑張れるみたいなあなるほどのがあってで、あー夜中の2時ぐらいにいつも通り 動画を見ながらねはい、はい、やっててでこのヘッドホンっていうのが、うん、めちゃくちゃ密閉型でもう結構音大きめにしたらもう全く周りの音が聞こえない、うん、周りの音が聞こえなくなる状況になって、うん、まあ俺それがいいんだけど曲とか聴いたら本当にライブ,ライブ感があってそれが好きだから俺クーラービンビンにしてね動画見てて。うんうん、であのー、ふと なんか人の気配するなと思ってパッて顔上げたらあのお母さんが立ってたっていうえ待ってお前こんな時間かいてこの話 <laughs> <laughs> しょうもなせよやお前なんか車の中で来る時ずっと俺しにこういう話あるやつこ <laughs> 俺ゾッとするだろ死ねえわゾッとするだろ俺全裸のいやするけど、うん 俺、別にフロア終わったと、俺、家族いるけど、全裸で、うわ、上がるわ。うわ、俺、考えられない。おばちゃん、フロアって、おじいちゃん、フロアって、お母さん、フロア。全裸で。全裸で。あ、お、普通だよ報告すんの。え、どっちかというと、俺たちの家族全員そうだよ。お母さんも。別に、うん。ええ。いや、なんも思わんって。あ、普通ってことか。お母さんみたい、エロい体してるな。お前、お前、お前、お前。思わんけど。うん。あ、そんなもん。そんなもんで。俺。は、恥ずかしくて、恥ずかしい。 恥ずかしくて、俺その日時ぐらいまで起きてたいややや、いいいいわ別に4時ぐらいはちゃんと寝なさいお母さんが心配しないほ他にも流行ってるのがあって怖い話も流行ってるんですけどその他に流行ってるのはあれあのミッキーミッキー分かりますみんなもこのこれ流行ってるよとかコメントで教えていただいたらそれ紹介しますよはいお願いしますミッキーミッキー分かるああれ、なななんんんで流行ったのか

ね、9.4万リツイートってもうほぼ日本の若者はみんな一回は目に入ってるうわしょうもないんであれ流行ったのわからんよね今流行るのってだから怖い話とかもさ昔の、ね、あの話さそれが今今になって,やってまた出てきたりするからうわわからんわミッキーは謎だなうんわからんミッキーは <laughs> 俺も出し <laughs> お前も出したら <laughs> 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 適当に…笑ううん お前はどちらかといえばなんかドナルドじゃんかましいわグーフィーかグーフィー知らんけど俺の方がグーフィーか俺の方がグーフィーかあの特に触れてないけどねお前のかっこいいあとラップ選手権ああなるほどね今高校生ねラップがラップがね熱いっすよ熱いっすよこいつも大好きですチェケワンツーあはあのいやいやいやしゃべり方がもうすぐラップなってるあの休み時間とかにもうん ラップしてるね。ああ、みんなね、本当に。はい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 。あれな、すごいよね。うん。ラップ。ね。ああ、すごいね。あのなんかお、い、日本で大きい大会があって。うんうんうん。で、それに出場するあの沖縄のラッパー、ルードアルファーとか、レオクマとか、いっぱいいてね、あのなんか盛り上がってるから。沖縄の人なのに全国で活躍してるからね。そうそう。みんなで応援してあげないとね。レオクマとルードラッパー、この二人がもう。 今、日本武道館にねはいあの、ラップ選手権、全国ラップ選手権っていうのがありましてうんそれから、日本武道館でそう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 今年ね、行われるす武道館ですよ武道館っすよすごくない高校生のすごいねうんうわぁ、すげえわああいいなで、投票でねうんランキングが上の人、トップ10が武道館でラップ選手権出るっていうやつでそう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 今、トップ10に残ってるよね、亮君残ってるんですよ沖縄でこのままねそうラップを 熱いラップをかましてほしいかまししてほいね沖縄ラップをね。ヒェ。ヒェ。ェだから即興ラップとかできんのヒェ。My man What's Up。自己紹介とかできんのラップで。イェ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 イ。イェ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 イ。ツイキャスの皆さん、ラジオの皆さん、ユーストリームの皆さん、こんばんは。イェイ、俺の名前、ゆういちろなかあち。イェイイェイ、俺のセフレなラバー、モデルで、はたチち。イェイ My man What's Up。 チェケじゃないよちょっと上手だったかっこよかったでしょかっこいいないいよくないじゃあちょっと来週作ってみようかなラップあいよいいよ全然いいよいいねああじゃあぜひね投票してくださいじゃあツイッターとかまた流行ってるのがあったらペットボトル回すやつペットボトル回すやつ流行るの流行ってるのそれ回すってそうなんていうのこうライブのタオルのように回す 湘南の風みたい普通になんて開けるやつじゃないはやっ,ってるんじゃないはやらんと笑うだけど。<laughs> <laughs> はい、ということで、<ー>ではここで一旦 CM に入ります。CM の後は中地の定芸ニュースのコーナーです。ああ <laughs>。 33三34分ああホ、うんトい、うんうん、ねあのねドラッシャーぐらいかラ,、うん、ラップかっこいいねんみんなラップ見てんのかなコメントとかもラップどうですか皆さん好きですか僕大好きなんですよ本当に。一に <laughs> 2人でラップの曲ねなんかねあっ <coughs>、ね、ちょっとねはいちょっとメールとかもねあの来てます、ね、あー来てます <laughs> あのー <laughs> あのー、俺の高校時代のお友達からあのー、俺の高校時代のお天の写真が送られてきて <laughs> ああ<ー>あれ俺お前こんな気持ち悪かったっけあの違うねあのどうにかこれ伝えたいな、うん、伝えきれないねこれは伝えきれないなそメールもね、あのー、どしどし募集してるので募集してるんでねツイーキャスもどんどんコメントしてもらって、うん、あのー、ツイッターのほか流行ってんだろ って怖い話、本当に怖くない俺がさっき話すのめっちゃ怖くない怖い。それ、マジで怖くない俺のやつは。いや、知らん。もう、お前は知らん。なかったことに。あの、怖いよね。怖いな。に怖い話。怖い話。なんていう名前だってかな。あれ、おはようなんとかっていう芸人いるさ。ああ、あの、めっちゃうまいやつか。うん。あの、怖い話するのかね。あれ、めっちゃ面白い。

はいということでやってまいりましたしたああもうちょっと怖い話でねあの楽しいな楽しいねあの女子とかいたらいいんだけどなそうだねああこの時間今もうお前と二人でかしんどいわなんでよ一応今この部屋にいるのもあの AD っていうんですかこのしてくれてる人男の人とあのあのねあの30代のマネージャー さんあの男臭いんだよねああ女の人見に来てほしいなあそうだねぜひコメントしてほんとにせめて女の人コメントしてメールでもいいから男はしなくてよダメダメダメみんなではい男の人バンバンしてくださいねじゃあ続いてのコーナーいきますか行きますか中地の低芸ニュー ということですね、はい、このコーナーは中地の定芸ニュースということで,ですね本当、はいあのー、に中地がニュース見ないんですよ。あ見ないです僕見なす見なないす本当にくて、あのー、僕は縛られないで生きていくんだよ。いやいやだから人としてだからニュース見るっていうのね <laughs> で見なくて <laughs> だ、うん、だこいつ見ないから、うん、俺たまにニュースこういうニュースあるって言ったらうん、うん、めっちゃ面白いっていうかななんていうんですか バカなんすよこいつニュースが何も分かってなくて、はいはい、それをぜひ皆さんにも伝えたいということで、うん、今日はね俺がニュースを持ってきてますヤフーニュースをーしかもさっきのヤフーニュースですから<あ>今日のね今日のヤフーニュースを俺が今ここで読み上げて、はい、そのヤフーニュースのこのトップっていうんですかこの1ま見出し分みたいな、ね、見出し分だけで中地がそのニュースを。 勝手に予想して<ー>勝手に皆さんに教えるというあ,<ー>、まあ、ありがた迷惑なねありがた迷惑なんですか途中か,ら途中から聞いた人からしたら、はい、えっそんなことあんの勝手にみんなが思うような、はい、あーねラジオやっていいじゃない一応俺当てに行くよ俺はああ当てに行くかニュース見てないけど あのー、もう直感でね、うん、世の中の流れっていうのをもう俺、肌でひしひしと感じながら生きてるから、<laughs> じゃあ、そこにいきます。粒ニュース。はい、じゃあ、もう一度言いますけど、僕はこのニュース分かるんですけど、分かる、あから俺も分からないんですけど、うんうん、このニュースを中っちが適当にね、ニュースの一文だけを読んで答えます。あいきますか。じゃあ、一個目いくよ。はい、どうにしようかな。あじゃあ、これ、史上初だらけ、山田哲人が挑む新たな記録。あこれ山田哲人っていうのは 野球選手ね山田哲夫さん野球選手の山田哲人さんがめちゃくちゃいろんな記録を出してるんですけどなんか今年からなんかまた新たななんか記録に挑むらしくて、ねうん、山田哲人さんみんな知ってます、うんうん、野球のあの有名な、うん、有名のね、うん、あの、うん、あのねピッチャーで有名なんですよ、ね、<laughs> 本当かもねあの山田哲人さんそれも怪しいけどあのはい有名なんですけど、うん、野球で、ね、新たな記録 野球で飽き足らずいろんなことしてます山田哲人さんじゃあこの新たな記録っていうのは野球ではないってこと野球ではないんですよああ野球以外野球もそうなんですすごいんですけど実はね山田哲人さんあと1個顔がありまして顔はいあと1個有名な顔がありまして野球で有名な山田哲人さんとあと1個はさくらんぼの種飛ばしで有名な山田哲人さんがいるんですよ サクランボの種飛ばしで山田哲人さん有名なんですじゃあ野球してるけどオフシーズンは何サクランボの種飛ばし種飛ばしてますごいこれすごいんですよこれ今聞いた人はもう本当に信じるねなるほどね知ってるわけね前人未到の記録を打ち立てました種飛ばしこれはですね NASA が研究した結果待って待ってはい NASA？あの NASA が種飛ばしを研究したらしいんですよ。お前 NASA 何かわかる？NASA はあの宇宙機関。宇宙機関だよ。これはあの NASA が種飛ばしを研究したそうです。あのロケットを発射する原理に似てる絶対似てはあんじで。い。NASA が研究したんですけど、人類の DNA 的にこれ飛ばせるさくらんぼの種を飛ばせるのが人間ではあの12メートルが限度だと。 十二メートル、まあ一メートル前後が限度らしい。言ってることは正しいかもしれんよ。十二メートルはあのでも言ってる人が NASA でしょ。NASA です。NASA ね、NASA が言ってるわけね、そういうこと。で山田哲哲子さんの山田さん。山田哲人さんの記録。七十二メートル。待って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 。これはね。待って待って。いやちゃんと飛ばしてはいる。口で飛ばした。飛ばしました。口で飛ばして。飛ばしました。 あの、一説によると、あの、この、もう、山田哲さんが飛ばす桜の種。至近距離で食らったら、死ぬそうです。人だったら、貫通する。貫通する。はい。それぐらいの、コツ、なんか、練習とかしてんのかな。やっぱり、あの、哲人さんなりに山田哲人さんなりに、あの、やっぱりね、あの、リコーダーって言ってましたね。え、リコーダーの練習はリコーダーって言ってましたね。え、リコーダーって、そんな、あ、待って。 俺たまに小学生さうーフーって吹いてる人見たことあるああれそう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 あれってなにさくらんぼの種飛ばしのそうなんですよ練習だったのあれそううそ知らんかったそう本当に山田哲郎さん野球以外でねあのさくらんぼの種飛ばしで75メートルっていう人類未踏の壁を乗り越えたというものすごい選手なんですよじゃあ答え 答えは、絶対違うよね答え聞いてみようかな、じゃあ、答えは、ピッチャーではないよねまず答あの、今、出した記録、以外の記録にも挑む、いや、普通やん、山田哲人。これ、ニュースも悪くないこれ。ああ、悪いよ、山田哲人。山田哲人、頑やねん。山田哲人さん、ラジオ聞いてますあのね さくらんぼの種飛ばし、した方がいいよ。マジで。野球は期たでしょう。本当にね、ぜひね、NASA と協力してもらう。だから NASA わからんけど。じゃあ、次のニュース。ニュースいきますか。お客を、あ、あ、これ、じゃ、行こうかな。はい。テイラースイフトの豊胸疑惑に、医師がコメント。あ、お、テイラースイフト豊胸してるんだ。続いてのニュースですね。テイラースイフトニュース。あの、これ。テイラースイフト豊胸疑惑に、医師がコメント。これ、本当にあるニュースだからね。あ。 テスイフト、俺、ペチャパイのイメージあるんだけどでしょ、今、放うして大きくなってるってことらしいんですよ、あそうなんだ、俺、ペチャパイのテーラー・シフトが好きだったなでしょ、でもこれは、医師、コメント、疑惑だからね、まあ、医どうコメントはテーラー・スイフトさん、おっぱい、おっきい方が似合ってますよ。 で医師がコメントをしました放う疑惑だよ疑惑あの僕はねテイラー・スリストほうきしてないと思いますでも大きくなってることは事実あ大きくなってるのは事実なんで事実だから放うあのなんか人間の手を加えて大きくなったわけではないと思うあどういうことどういうことあ他の違うもう何したの これいいのかなひたすらもんだんで自分で自分でちょっと想像したらキモいなそうそう自分でもんで自力で大きくしてるからテイラーすい人は入れてないあじゃあテイラーすい人は自力でおっぱいを揉みほぐしそのあとに医者が大きくなった方がやっぱり君はいいよってコメントしたっていうニュースなわけねそうです ただの報告ですねこれはニュースというよりも <laughs> 報告ですねあどうなのかな、これは。じゃあ、ニュースね。あのこれひどいな。どうなの本当にそうなのかな、うん、テイラー・スイフトは。テイラー・スイイフト好きテイラースイフト、あの俺びっくりしたんだけど、うん、身長1 8 0ンチあるよ。してた1 8 0 <cm? S 2> えマジマジマジ。これは本当の話。もうじゃあちょっと 下から見上げる感じ。そう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 。中中とかもやばいやん。百八十センチ。テイラー・シフトと中できないやん。あのテイラー・スシフトのニュースが、あの今のニュースに埋もれてしまって、あの亡くなりました。今日の今朝のニュースだった。今新しいニュースがいっぱい出てきて、あなんかニュースあ。あメール読み上げていきますか。はい。はいお笑い大好き高校生さんが。 本日2回目のメールなんですいえいえ、ぜひぜひね、どしどし質問ですけど、中っちさんの衣装、なんで黄色なんですかあついに触れたあ、これ触れるやつ現れたわ、これはね、あんま触れてほしくなかったんだけど、ラジオ聞いてる人は分からないと思うんですけど、僕、あの今、全身タイツ謎だよ、本当に黄色の全身タイツ履いてるんですけど、なんで だからこれは、さっきもウタにも言ったけど、ウタの髪の毛がね、今、マッキンキンでしょ、そうだね、ウタだけマッキンキンにさしておくわけにはいかないと、あなるほど相方である俺も黄色でいこうっていうことで、全身黄色にこれはもう、今メール送った君が悪いよ、はいはいはい、なるほど、なるほど、じゃあラスト1個ニュースいきますか、ニュース、はい、じゃあ、結構いい感じのような、なんかちょっと提言ニュース。 お客,お客を嘲笑うモンスター飲食店とはお客を嘲笑うモンスター飲食店とはどういうことどういういことこれねあ、びっくりした。客を嘲笑うのこれ、びっくりした。これ、うん、俺の近所の,あの話。あ、近所の話なの、これ。近所の,あのお店。ヤフーニュースになってんのあ、そうそうそう、これ、近所の話。へ<ー>びっくりした、あの、びっくりするわ、これ。なん <laughs> あの、これ、俺、近所なんだ。あのー、どこに住んでるんだっけ いやいや山側？はいはいはい山側に住んでますけど。うん。あの近所のお店有名なねあの食堂みたいなあのお店なんだけど俺よく行くんだけど。うん食堂。あの行くやし。うん。ウィーンウィーンで普通はあのあ食堂とはね。このウィーンからのこの閉まるのが異常に早く。ウィザフってなってああってなるなったら店員が。 待って待って、待ってめっちゃ怖いよ。笑い方はどんななのってまだ、ミッキーじゃないよミッキーじゃないんか、今、今俺がこのアシストした AD さん、めっちゃいけみたいな、これチャンスだみたいな顔してましたね、今、ウイニングイレブン、サッカーのゲームでね、めっちゃいいセンタリング上がったのに、すかしたみたいな、すかしたヘッドでね、決めに行ったね相当怖くないうえ 空きはするってこときはするけどすぐ閉まるじゃあ一瞬で入らないといけないそうそうそうで入ってなんかうわ気持ち悪いなでもおなか入れたんだ一応お前は入れたんだであの入ったら入ったら入ったでごめんなさいうちのお店ですねドライブスルー専門なんです あと待ってあの待って外観はどんなの外観は普通に食堂なの車が通れるスペースはあんの車が通れるスペースはないのないの駐車場のスペースもないからでそれを聞いてそれ行ってそれを行ってで困ってるお前をるしかないですって言って困ってるお前を見てって言わどんな人笑うのゴー <laughs> 決まりました中地雄一郎選手一点目のゴールですはいあのー、ここはね、あのー、どうですかこれギリギリ負けてるねこれ <laughs> ちゃんとね一発目で決めてほしかったね <laughs> そうですねはいなるほどね、えー、あ、はい、じゃあそうそうあじゃあ最後のリクエスト曲いきますかはい次はですね瀬名さんのリクエストで井上園子大切な君へ ねっ中地こういうとこあるからなそうなんですよねドンくさいかわいいよね正直俺の方がかわいいわさっき言ったかわいいあちょっとあれかわいかったかわいかったあも燃えたちょっと燃えたちょっとかわいかった俺らだから俺指摘するのもあここれ昂太の好感度上がるかなと思ってんで俺の好感度考えてるわだから指摘しないもん結構抱きしめたくなった抱きしめたくはないかなんでよめっちゃこういうことあの今見た人あれなんですけどさっき俺このね イヤホンを、ヘッドホンをここにかけてたんですよ。うん、俺,俺みたいに、こうんな感じね。なのにもう一個さらに取って耳に入れるってかわいいじられない。信じられない。でも俺、あれはちょっと引いたわ、確かに。引いたわあれは引いたんだけ、うん、あれだね、ちょっとひどいな、あれは。19歳がやっていいやつではない。<laughs> そうだね <laughs> あちょっとね考えてもらわないと皆さんどんどんコメントとかもねはいみんなどうなんだ結果どうなってるんだろうそれがあ後でまた後で見ましょうかあメール来てますねあメールここで読む僕も質問なんですが僕は一体誰なんですかヨギシコジャパンですではアフリカマイマイに餌をあげて眠りますねうんヨギシコジャパンさん ちょっとと眠ってほしいですね <laughs> <laughs> 最後まで聞いてよ <laughs> ここまで来たらはいねもうねすごいっすね <laughs> はい、はい、結構時間時間いや はい、ということで。はい。なりと。ねえ、あの、では、ここで、先ほどのアンケートバトル、センスがあるなら、どっちの結果発表 は今、ラジオでは音楽が流れてたんですけどねツイキャスの人から見たらどうした、放送事故かとみたいな感じだったんですけどね音楽が流れてるんですよねあそうですねさっきアンケートをね何だったっけあの告白されるなら校内で告白されるならどこがいいという質問に対して昂太が音楽室引き語り僕が教室。 出てます結果出てますか今30分前に投稿してるわけさはいはいはい全部で702票うわすごい702票702票これもう702人分の意見ですからね702人分の意見だからもう本当にあれなんだろうね本当の意見だね本当の意見だよこれじゃあ結果発表しますはい告白されるなら校内どこがいいか音楽室弾き語り 15% <laughs> 教室85%で教室当たり前だろおめこんなできレいすだわお前違う違うこれ、うん、絶対もうほぼ男が入れてるこれい<や>女の子は絶対あれが好きだから <laughs> あの音楽室弾き語りが好きだからえマジで弾き語りはないわ あの晩さん、僕たちのお笑いの先輩が、はい、肛門がいいって言ってるんですけどひらがなでね、はいまあ、これはスルーしました、<ー> <laughs> もうこういう先輩なんですよね、し、ねうん、ょっちゅう適当なこと言ってくれる先輩なんで、9割耳流した方が平和に事務所生活が送れるんで、お笑いをれますからね、はい、すごいねいや、マジかよ。 あれ今までしたことあるサプライズめっちゃかっこいいよあ本当にあガガチサプライズ彼女のこの記念日の時にあの動画で100人分のビデオレター高校生の子本当にあ本当っすよ際どいなこれ嬉しいのかなもらったらて言ってこっから上がある100人分のビデオレターを撮ってでこの三浜のチャタン三浜のビーチでそれを見せるわけさ携帯であっ なんでこれあしかもその言い方が「見てこの AV めっちゃよくない?」って見せるわけさで俺の彼女が「何で?」みたいな感じキモいみたいな彼女が「なんで?」って見てあらサプライズでこの何で ?100 人目のメッセージで終わりで101人目で俺が花束を持って出てくるあで誕生日おめでとういろいろかっこいいこと言って幸せになってよって言って 花を渡すと思いきや指パッチンで消すばよ、パて、花をね。動画の中でね。動画の編集で。そしたらその動画の中の俺が持ってた花が消えると、花どこに行ったと、横にいる俺が花をバンって渡すっていう。あのマネージャーの尾崎さん、これどうですか鳥肌製造機がわもる。 鳥肌が気持ち悪いよお前 <laughs> はいということでエンディングいきましょうはい、はい、ねえあのかっこよくない普通にいやもうお前のあだ名今日から鳥肌製造機 <laughs> やかましいわ <laughs> やかましいわこれ本当の話だからね <laughs> はいエンディングということです、ねはい、あ早かったね早かったね、はい、あ,あのねあの一応俺いろいろやって分かったのがあのニュースいらんねん <laughs> <laughs> あのー 中地がね、適当というかもう本当にニュースわからないんだね。お前。なはい。やばいね。ニュースわからないんで。ひどいね、はい。ごめんなさい。<laughs> ま,あまあまあまあね。んねみんな。まあいろんな企画を毎週フィクションですからね。フィクションですかね。毎週していきたいと思います。そうですね。はい。はいねあの FEC あこのねあの告知をじゃちょっとしますか。そうですね。今週あ来週土曜日4月16日土曜日に4月16日土曜日に、はい、あの FEC お笑い劇場というのがありますので。 皆さん来てくださいね。天ぷ、はい、ソウルデールで、えー、7時からスタートです。はい。高校生500円で済んで皆さん。あ、大人はぜひね。あの、ツイッターとかでも、はい、チケット予約してください,、はい。してくださいね。ぜひね。はい、なんかあります？いや。 ちょっとあのー、反省会しよっか <laughs> <laughs>、はい、僕のねそうだねはいまあま,あまあ、また来週はね,たねまたいいのが聞けるから、はい、みんな聞いてくださいなきなさいでは今週の「デンジャラスナイト」は終わりですではまた来週さようならーさようならー<ー>はいこれも声は聞いておきなさい はいままだ入ってすツイキャスは続いてるみたいなんでまだ終わらないよということでああもうね同はね終わったんだけどあのバンスさんがまたエンディングはこうもんでしょってどういうこかなんだろう分かんねえよこの人のがわかんねえつまりねまああれということであレノンめっちゃ楽しかったですありがとうございます来週はもっと楽しくね来週ね内容をねしっかりやっていきたいと思いますね はいすごいね、コートあ、メッセージいっぱい来てる、コウタナカカート仲、頑張ってください、応援してる、ありがとう、本当に。ね、もう、あちょっと今、あのーね、のあのノッチさん、安田さん、いや、デンジャラスじゃねえわ、k o いデンジャラスだわ、俺たちは、太 <laughs> 田プロの番組をよく聞いてますよ、<laughs> じゃねえわ。 よく間違えられるね、その竜兵会に入るためにどうしたらいいですか、知らねえわ、知らねえわ、いや、熱い、あ、そっか、もうずっとこれで熱いな、大して面白くもないのに、熱いよ、こいつ、こういうとこあるんですよ、本当に、こいつ、なんかもう意味もないのに、適当に、なんかもう、なんかやってていいだろうみたいなな、いや、いいんじゃない

そうなんですきつかったな毎週金曜日にね KY チャンネルあの動画アップしてるからあ、お疲れありがとうもう,もう終わりますけどはいあのねありがとうございます高井ちゃんありがとう今日,お今日メインで声かけられなかった声かけてありがとございますありがとうございます